てさあさて、この次はいよいよやばいよ、いよいよ新曲の方をね次披露したいと思うんですけど、なんか飲んどこじゃあちょっとねなんか話すことがいっぱいあるみたいなので、そちらを話しながら、ちょっとまゆにはまゆ超緊張してるでしょ今日なのでちょっとまゆさんは手汗がすごかったハイタッチした時バレちゃったじゃあまずはこれ、実はこの私たちが次歌う曲を作ってくださったのはですね、まあ、誰とはまあ今は言わないんですけど、オリコンで1位を取ったようなねすごい作曲家さんが書き下ろしてくださいました。でもうとりあえずすごいプロジェクトです、すごいプロジェクトです。でぜひこれ聞いたら感想をネットにアップしてねってここに書いてあるので、皆さん絶対にアップしてくださいでもこの曲はもう撮影も OK ですし、 YouTube に上げるのも OK なので、あの必ずかっこよく撮ってくださいでもしかしたらもうミオンがね、はい、それこそ大学に行って進学しててなかなか練習時間がね本当に超ギリギリなんだよね、超ギリギリで、でこの発表も急だったもんで、定期がこんな早くね4月の中旬に行われるとは思わなかったから、もう超緊張してるので、ちょっともう緊張、とりあえず緊張してるしか言葉出てこないんですけど、ちょっと温かく見守ってほしいなと思います。めっちゃ頑張ります。ちょっとミオンもちょっと喉を潤してくる、怖い怖い怖い、やばいやばい。なんか言うことある？まゆは、あ、じゃあ東京の告知をしたら、東京の告知ね、ここには書いてないよ、東京、あ、本当ここには書いてないよ。東京 3days があります。はい、なんだっけ、土曜日は東京です。日曜日も東京です。月火水も東京です。結局東京。もっとそれぞれのなんか特徴とか、特徴は何があるのかな、わかんない。まず1日目は、うん、すごい会場でやりますね、新宿の。1日目はなんとすごい会場でやります。新宿です。で日曜日が町田と王子、そう、王子、王子、八王子、いや違う、八王子ではない、違う、違う、王子っていうのと八王子っていうの。でしかもその王子の方はですね、あのダイヤモンドさんと仲良しの静風絆さんの事務所のバーサスさんが、チェリップが東京にいるっていうのをなぜか知っててくださって、うちのイベント出ませんかって言ってくださったので、おー嬉しいみたいな感じなので、怖いな、でも怖いな、なのでちょっと頑張ります。そして水曜日も1回ね出させていただいたヤンヤン達成時っていうイベントなんですけども、なぜチェリップが入れたのかってくらいね、すごいアイドルさんたちがいっぱいなので、ちょっとそちらも頑張ってこれと思います。で、まあ、これは結構来週のことですけど、ゴールデンウィークなので、もう来れる方はもうじゃんじゃん来てくださいお願いします。ということで、そうで、ゴールデンウィークの最初の方は東京にいます、いますということですせっかくいい感じで進んでたのに、ここで一気にガクッとなりましたけど、ちょっとここで新曲でバッチリ決めようと思います。大丈夫？リアルリアル、今のちょっとどうする、頑張ろう。みんな優しいから大丈夫、みんな優しいから大丈夫ガチガチ違う思い出してる今、すごいもうめっちゃ緊張しますけど、だって今日のリハーサルもこれだけ5回くらいやりましたからね、もう緊張しすぎて。大丈夫、心は決まりましたか？やってしまおうもうやってしまうようになっちゃった。俺も一緒にやろうか。あ、本当あ、そう、でも本当にサビの振りは一緒にねやりやすいやつだから、皆さんちょっとぜひ真似していただけたらいいなと思います。わー怖い。じゃあそれでは行きますか、覚悟を決めて。あれか、もうそうセリフ曲振りのことがそれでは皆さん、そのとりあえずすごいプロジェクトなので、すごいプロジェクトの曲聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、ガールズミッドナイト。We'll be right back.
そうですね、まだ2番もちゃんとあるんですけど、はい、今日は先行ということでショートでお送りしました。で、あれですよね、これはもう私たちの年齢にしか歌えない感じの曲ですよね。ちょっと危うい感じの大人と子供の間みたいな。もう今ちっちゃい子ブームですけど JC とか JS とかもう私たちこの年齢で勝負しますから、ぜひもう今しかないですかね、この微妙なタイミングっていうのは。ぜひこのガールズミッドナイトちょっと聞き込んでいただけたら嬉しいなと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。で、はい、で、まだねあるんですよね。はい、まだあるんですよとか言ってもうだいぶ、あ、で、しかもこの新曲についてではですね、もうこの新曲の専用のサイト、そしてツイッターができる予定です。もうとりあえずすごいプロジェクトです。で、そちらの方の URL とかは、URL とかは、チェリップの公式のツイッターとかでまた発表しますので、ぜひチェックしてほしいですし、で、さっきゴールデンウィーク 3Days は東京って言ったんですけど、うん、後半は実は、大根島後半はあの大根島の方で大根島だ、そうラテフレーズとしてなんですけど出ますの で、そちら観覧無料ですからね。しかも、ぜひ来ていただきたいなと、来れるイベントにね足運んでいただきたいなと思います。で、詳しい情報をそれどこで見れば詳しい情報知れるかなっていうと、チェリップのホームページをご覧ください、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。超スッキリしてる超スッキリしてるじゃん。脱力した、やばい、もう次の曲忘れてます、ちっちゃい声でいやまだ歌ってないセカンドシングルの曲とかあるじゃないですか。あるじゃないですか。あるんですよ、もちろん。なのでそちらの方を聴いていただいても、これラストスパートでガンガン、はい、行っちゃいますので、皆さんそれぞれの曲の盛り上がりをね楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではまずはこの曲から聴いてください。アンデュチロ、
奇跡な言葉にしても足りない奇跡な、もう一度ここで振り向いて笑えるかな。偶然Thank you.
いや今日の定期乗り切れたのは本当皆さんのおかげです。もう完全にやりきってフラフラしてますけど、まだ物販がありますので皆さんぜひ来て、新曲のこととか、まあ、私たちが言える範囲でね何か話せたらいいなと思うので、はい、僕も引き続きお願いしますね。ということで皆さん今日も本当に楽しい時間ありがとうございました。また来月、まあ、エモパとかで会えるのも ね楽しみに、はい、私たち待ってますのでまた来てください。本日は皆さんありがとうございました。またそれでは物販の準備に入りますので、皆さんまだジュースとか飲んでない人飲んでくださいね。